こんばんは、真相の火曜日、キャスターの上杉隆です。こんばんは、西谷由紀子です。こんばんはですね。はい、そして、今夜のゲストは今話題のこの方です。はい、本日のゲストは元外務省国際情報局長の孫崎ウケルさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。領土問題の一番重要なのはポツダム宣言なんです。はい、で日本はポツダム宣言で降伏した、その時には、ね、領土問題に対する規定があるんですよね。で回廊宣言っていうのは新時代に取った島々は中国に返すと書いてあるんです。そうすると日本が尖閣諸島を日本のものとしたのは1895年、ね、新時代なんですね。あ、そうか、そこに当てはまっちゃうわけですね。当てはまっちゃうの。だから、まあ結局この外交よりはそれぞれの人間が内政のために使おうとしてるわけですよね。イ・ヨンバクさんも大統領選前に非常に、ね、人気が低下してた、からメドベージェフも、ひょっとしたら、ね、プーチンに代わって場合によっては大統領を継続できるかもしれないという、そういうようなことでみんな国内配慮なんですよね。日本もっていうことですね。そう、そうですね、まさに知事さん、石原慎太郎都知事、これは、最初からずっと言ってますけど、ただそれを国有化するって宣言したのはやっぱり野田総理、野田政権は一方で弱ってるからですよね。それはところが2005年に日米同盟未来のための変革と再編という文書がありました、これで各々の責任分担を決めました。島嶼防衛、島々の防衛は日本がすると決めてあるんですね。それどうなるかというと米軍が攻めてきますね、中国が攻めてきますね、自衛隊が頑張ります、で勝てばそれでいいんです、負けたら、管轄地は中国なんです。管轄は中国に移るんです。そうか、それでそこの部分には中立の立場ですかね、米軍は。いや、そしたら安保条約の適用外になる。管轄地に対して攻撃があった時にはって言うんだけど、最初のところは出てこないということに決めてあるわけですよね。